ここは負けられない1番人気、8番アグネスデジタル。実力行きましょい。いよいよスタートです。各の娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。マルゼンスキーとミホノブルボン、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスデジタル、マルゼンスキーに快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのはマルゼンスキー。続いてミホノブルボン、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続きましたミホノブルボン、激しい戦闘争い。2馬身3馬身開いてファインモーション、メジロマックイーン並びかけてきた。待機シャトル5番手、少し後ろからリワハヤヒデ、それを見るようにビターグラッセ、サガナク、シリウスシンボリ、少し離れて川上プリンセス、2馬身3馬身開いてレーシングフラッシュ、その後ろからピトルココ、向こう正面に入って先頭はマルゼンスキー。順位を振り返っていきます。現在1番手はマルゼンスキー、少し後ろからミホノブルボン、後ろ方からメジロマックイーン、1馬身差リワハヤヒデファインモーション、追走少し後ろから川上プリンセス、サガナク、ビターグラッセ、待機シャトル続いている。少し離れてシリウスシンボリ、さらにはレーシングフラッシュ、そのうち並んでリトルココン、それを見るようにウイニングチケット、ゼンノロブロイ並びかけてきた。外アグネスデジタル、内にはメジロライアン。第4コーナーを進んで直線へ向かう。栄光のゴールへ向かって各ウマ娘が一斉にスタートを始めます。よく見たアトミマイメガネ、長い足を止めている世界、これは直線勝負になった。中山の作戦は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。アグネスデジタル、ここで上がってくる。100を通過、アグネスデジタル抜け出した。アグネスデジタル、足色は衰えない。アグネスデジタルリードは1マッチ。アグネスデジタル1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。1着はアグネスデジタル。これでツインクルスタークライマックス全参戦が終わり、ついにツインクルトップスター。アグネスデジタル、あまたの戦場を駆け抜け、ありがたき幸せ。Okay.